陽樹さん、今日も動画撮ってますねと、黒い T シャツで黒い髪で、ね、なんか喋ってますね、こっちの方に向かってなんか喋りかけてきてますねと、大思いのあなた、正解でございます。正解です。正解でした。はい、こんにちは、陽樹です。今日はですね、ワールドベンチャーズをたくさん売る方法についてですね、もう単刀直入にですね、やっぱりこうたくさん紹介者を出してい、きたいと思ってると思いますので、ワールドベンチャーズをたくさん売る方法についてお伝えしていきたいなということを思いまして、こうしてお話しさせていただいてます。はい、まあ、全部で19個のね、大項目をちょっとね、上げさせていただいたということで、まあ、早速ね、説明させていただきたいなということを思います。はい、一つ目からちょっと説明させていただきたいんですけど、一つ目はですね、ブランディングを作るということ、です。はい、でブランディングっていうのは何かっていうとですね、まあ、ブランドを作る活動のことをブランディングっていうんですけど、まあ、だからなのでブランドを作るという感じですね。ブランド、ブランドってじゃあ何かっていうとですね、普通にこう見分けをつけるっていう意味なんですね。まあ夜勤っていう意味がブランド、BRAND で夜勤っていう意味なんですけど、まあ普通にね、こう家畜、農場で飼われてる家畜っているじゃないですかね、牛とか、豚とかね、羊とか、まあ、そういう家畜に見分けをつけるために夜勤をしたっていうのが語源なんですけども、っていう感じでブランドっていうものを作るということで、まあ、ワールドベンチャーズってやってる人結構ね、今2019年の9月22日ですけども、まあ、今これ撮ってる現在がね、結構増えてきた。まあ、まだでも全然ね、日本中で考えると、日本っていうね、市場で考えると全然少ないですけども、まあ、1万人2万人も、まあ、本気でやってる人はですね、まだ500人もいないと思いますけど、まあまあまあ、みんなもね、ワールドベンチャーズどうですか、旅行業どうですかみたいな感じで、まあ、要は見分けがつかないっていう形になってると思うんですね。なので、まあ、どうすればなんていうの、まあ、自分の差別化、自分だけのこうワールドベンチャーズになることができるのかと、ね、他で別に他と同じじゃんみたいな感じになったらね、まあ、あなたから買う理由ってものが存在しなくなってしまいますので、だから自分自身のブランディングを、作るということですね。まあ、例えば僕の場合だったら、そのね、ブランドを作るとかって難しいこと言われても、そんなのできないですよとかってね、思われるかもしれないですけど、簡単な方法としては、まあ、こうしてね、顔出しをしておくということで、ね、あなただけの、ね、唯一無二の存在ですので、世界にね、一つだけの、ね、存在じゃないですか、ね、世界に一つだけの花ではないですけど、まあまあ、みたいな感じでですね、まあ、本当にオンリーワンの存在ですので、あなたはですね、なので、まあ、例えばこう顔出しをするっていうことで、まあ、ブランドを作れるということで、まあ、簡単なブランド、なんかブランドって普通にありますよね。その辺の何て言うかな、服屋さんのブランドとかってね、ありますよね。で、高級ブランドってありますよね。エルメスとかヴィトンとかグッチとかね、シャネルとか、まあ、そういうような感じのところってありますよね。プラダとか、あとはなんかいろんなバーバリーズとか、なんかわかんないですけど、まあそういうね、ブランドってありますけど、まあ、あれは高級ブランドって呼ばれるものですよね。まあそういうブランヴィトンとかっていう確立された、もうヴィトンの財布、私はヴィトンじゃないとダメなのみたいな感じでですね、まあ高級な20万とか30万、誰もがヴィトンって言ったら高級ブランドだよねって、あ、それ持ってるイコールなんかお金持ちみたいなね、イメージがあるから、なんていうかな、まあそういう信頼が生まれて、まあ、それを持ってれば、まあ、みんなからも存在欲求を承認されるということでね、まあ、そういう、まあ、意味合いがあって高級ブランドの意味があるわけですね。まあ、フェラーリとかも、まあ、そういう意味で、まあ、フェラーリイコール、ああすごいねっていう、ね、フェラーリって結構高い車だから、それに乗ってる人はすごいねみたいな、ね、ベンツとかね、ランボルギーニとか、クラウンとか、何ですか、レクサスとか、なんかそういうようなところとかっていうのは、まあ普通にこうね、高級だから、高級と認められてる、もう信頼がありますよね。まあそういう、みんなからもそういう、高級ブランド、まあね、グッチとかエルメスのね、まあ例えば服とかね、カバンとかを、まあ、エルメスの服ってあんまりないですか、まあ、エルメスのカバンとかを持ってたらですね、まあ、これはもう、あ、エルメスってすごいねみたいな感じになって、だからこう
まあ、言ってみればこう信頼ですよね。信頼がまあブランドを作ることで構築できるということで、もう誰もがそこのブランドを あそこねみたいな感じになればもっといいわけですね。まあ、例えばワールドベンチャーズで、例えば何ですかね、例えばタルさんっていう、ね、方のグループのシンデレラクラブみたいなところがあったりとか、ね、結構 あそこなんですねみたいな感じで、ね、ああなるほどあそこですねみたいな感じになることができれば、すごいね、あ私もそこに入りたい、私もそこに憧れるわみたいな感じになってですね、で人がこう集まってくるっていうことになるので、まあ、より高級なねブランド、そういう、まあ、誰もにも認められる、誰もが認めるようなブランドってものを立ち上げていただいて作り上げることができるとですね、私はここのブランドよみたいな感じでそこに入りたいっていうね属性の人が集まってくるということで、まあ、それをね作り上げるということが大切かなということも言います。はい、まあ簡単なところ、別に高級ブランドとかっていうのをね考えた方がまあまあまあ別にねないよりは全然いいと思うんですけど、その憧れられるとかね、例えば海外旅行にたくさん行ってたりとか、まあそういうね高級車に乗ってたりとかね、そういう高級ブランド、まあタワーマンションに住んでるとか豪華なね家に住んでるとかっていう高級ブランドをまあ立ち上げれば、まあこ、それねそれに越したことはないんですけど、まあそれねこのワールドベンチャーズの仕事って稼げる仕事ですので、あの人みたいになりたいのと憧れられる自分になるっていう、まあまあそれに越したことないんですよ。ただお金がかかるじゃないですか、それをやるとしたらですね。まあその海外旅行に行く費用がないとかね、ブランド品を、身にまとえとか言われても、ブランド品を買うのに50万とか100万とかね、まあ10万、まあ、安くても20万とか30万の財布とか、まあ、そんなん買ってられないわみたいな感じになると思うんですね。なので、まあ、最初はですね、まあ、本当に顔出しをしたりとか、まあ、そういう小さいブランド、ね、例えばゴルフが好きだったらゴルフを行くんですよとかっていうことを打ち出して自己紹介するとかね、例えば私は例えば将棋が好きなんですよとかね、ワンピースの漫画が好きでやってるものなんですよとかって言っても、まあ、差別化、他のね、ワールドベンチャーズやってる人と違いをもたらすことができて、あなただけの価値っていうのが生まれるし、あとはですね、まあ高級、まあその僕もタワーマンションにそれね、そうやってやったら誰もがこう自分から入ってくれるかなと思ってタワーマンションに住んでたことがあるんですね。ただまあワールドベンチャーズ、まあ確かに取れなくはないというか、まあもちろん全然断られるし、別に今でも別に変わらないというかね、あんまり意味ないなと思ったんで普通の家に今住んでるわけですけど、うん、だから別にね高級に見せるからって言って、そんななんていうの、僕の体感としては別に人が取れなかった、で今のあの時代ご時世としてはですね、結局お金がないからなんていうの入れない、別に憧れたところでね、まあ結局その人を稼がせないと稼ぐことができない、まあ自分がなんていうの憧れられる存在だとしてもですね、結局みんなこっちの方なんですよ、お金の方が負担になっちゃって、お金の方でねなかなか難しいよっていう感じで、まあ、思われてですね、まあ、月に1万いくらとかっていうお金を払えなくなってみんな辞めていくっていうケースが多いんですね。なので、まあ、どっちかというとそういうね自分を高級そうに見せるというよりは下の人を稼がせる努力をした方がいい、まあ、自分はまあもちろんねちょっとした顔出しくらいはした方がいいと思うんですけど、まあ、そんな高級に見せるからって言って結局貧乏な人は入れないですので、別に高級ね、そうですよね、憧れられたところで、まあ、じゃあ100万払えって言われてもね、そんなお金ないしっていう、毎月毎月ね、1万いくらのお金を払えって言われたら、まあ、結局難しいっていうことになってきますので、だから、ね、存続させるためには、まあ、その人にね、よりこう、組織を構築するためには、ね、やめてもらったら困りますので、だからその分こう稼がせるっていうことを考えるとですね、まあ、月会費以上に稼いでもらうっていうことを考えるとやめにくくなるということですので、まあ、その後の話になってますけどね、まあ、ブランドを作る、まあこうね、顔出ししてやるとかね、例えば顔出ししてないでやってるカフカさんとかっていう方、ね、まあ、プレゼンの資料だけ、パワーポイントの資料だけでこう、ね、声だけで、まあ、声となんかそのアニメーションのね画像というか動画でこう売っているカフカさんっていう人もまあ立派なブランディングを作られていると思いますので、まあああいうまあ顔出しをしたくない人はああいう感じでブランドを立ち上げる、まあ声出しはしてますよね、声をして
まあ、声のトーンとかでも、まあ、その人の人柄っていうのは伝わりますので、まあ、それだけでもね、信頼を獲得することができるかなということを思いますので、はい、まあ、ブランドを立ち上げて、まあ、ちなみに、まあ、先ほどもちょっと言ったかもしれないですけど、ブランドとブランディングのね、違いっていうのは、ブランドは、まあ、そういう、夜勤っていう意味、あの差別化のことなんですけど、ブランディングはですね、差別化を作る活動のこと、ブランドを作る活動のことですね、なんか見分けをつける活動のことをブランディングって言います。はい、まあ基本的にまあそうですね、差別化をするっていうことですね。まあブランディングを作るっていうのは、要するにまあ他の人がね、あのこんなことやってたら自分も同じことをやってたら、まあそれは埋もれてしまう、目立たなくなってしまうから、あのそうですよね、あの違うことをやって、まあ、差別化をして、ああこの人いいなって、あの思ってもらうということですね。そんな感じです。はい、まあで顔出ししたらですね、まあ必ず何ていうの、あの全ての人には好かれることはできないんですけど、例えば僕の場合だったらですね、まあ僕は35歳なんで、例えば70歳の人とかね、まあで来てくれた人とかいるんですけど、でも全員には取れないわけですよ。やっぱりおばさんとかは結構僕は取れなかった、うん、そうですね、なかなか取りづらいなっていうことを思ってたりとかね、まあ、20歳くらいの人は結構取れたりとか、まあそうですね、20歳くらいの人も逆に取れなかったり、やっぱり自分と近い人が取れるということになるわけですね。例えばですけど、ドラえもんっていうね、あの漫画があるんですけど、まあ、ドラえもんはまあ、登場人物、まあ、僕よく言ってる話なんですけど、しずかちゃんとかのび太とかね、出来すぎくんとスネ夫ジャイアン、あとドラえもんですか、うん、あと、まあ、誰かいたっけ、まあそんな感じですよね。6人くらいで登場人物としては、ドラえもん、のび太、しずかちゃん、スネ夫ジャイアン、出来すぎくんとかっていう、まあその6人ですけど、まあ、誰がねこう例えば勉強しようっていうかによってですね、全然伝わる角度っていうのは違ってくると思うんですね。例えばのび太が勉強しようっていうのか、出来すぎくんが勉強しようっていうのか、しずかちゃんが勉強しようね、勉強しようって言って、まあ、誰か人集まってとかって言って、まあ、静香ちゃんが行ったら、ね、あの人が、まあ、あの女の子が集まりそうなイメージがある。ジャイアンが行ったら女の子は集まらないけど、ね、そういう男の子、まあ、ちょっとああいう、ね、あのわんぱくな子が集まってきそうな感じとかね、あののび太が行っても誰も集まらない、お前が言うなよみたいな、普段から勉強しない、お前が言うなよみたいな感じで、お前何いきなり勉強しようとか言ってんのよとかっていう風になったりね、まあ、ドラえもんが言ったら、まあ、ドラえもんはなんか誰ですかね、のび太が集まってきたりとかですかね、まあ、わかんないですけど、まあ、っていう感じで誰が言うかによってね、全く同じこと言ってても違う、ね、角度で伝わるっていうことがあるわけですね。なのであなたにはあなたのね、あのファンができるわけですね。あなたにはあなたのお客さんがこうできるわけですね。ね、これは結構面白い話でですね、まあ、全員そういう風になってるわけですね。僕には取れない、逆にあなたには取れなくて僕にしか取れない層っていうのもいるし、まあ、逆もしかりなんですね。僕は取れなくてあなたにしか取れない、例えば見てるよね、あのあなたが例えば女性の方だったら女性にはこう集まるけど、まあ、男性には集まらないっていうのは絶対あるじゃないですか。あのイメージ的には学校のクラスを思い思い浮かべていただいてですね、その教室のこう机の周りに、ね、こう人が集まってきてたと思うんですけど、うん、で、まあ、その時にやっぱりね、こうグループというか、その人にはその人の友達がいた、ね、またこっちの人にはこっちの友達がいて、まあね、よく女子は女子で群がる、で男子は男子で集まるっていう感じでね、なるじゃないですか。っていう感じで、まあ、性別の違いでも、まあ、それはもちろんあるし、ね、まあ、そのキャラクターの違いです、出来すぎくんみたいな人とジャイアンみたいな人で全然違うタイプなんですので、まあ、それをどっちが言うかによって全然違う。ね、暴走族の友達にはまた暴走族、まあ、そういうヤンキーみたいな人の友達にはヤンキーがいたりとかっていう感じで、類友の法則みたいな感じでですね、だから顔出しすればですね、あなたと近い人がこう集まってくる。やっぱりね、あ何々さんってすごい親近感湧きましたみたいな感じでですね、あなたみたいな人がやってたら、やってるから私もちょっと励まされたということを言われるわけですね。でこれ面白い話がですね、例えばイチローさんとかっているじゃないですか。イチロー、ね、まあ、野球選手でね、まあ、最近ちょっと引退されてイチローさんっていますけども、でキャッチボールしようって言った時にですね、まあ、普通にこう野球を教えてもらいたいって、まあそのね、子供たち例えば100人を集めましたっていう形でですね、まあ、でキャッチボールしたいのはどっちっていうふうにね言って、その辺のおじさんと、じゃあイチローとどっちとキャッチボールしたいっていうふうに
あの聞いたとするじゃないですか、100人の子供にね。そしたら、そうした時にですね、あの面白い結果が出るということなんですけど、100人中ですね、99人、まあ95人くらいはイチローって絶対言うんですね。イチローの方が好きだからとかって、ね、まあかっこいいしとかっていう。でも残りのね5人はね、あの残りの1人から5人くらいの人はの子供たちは、まあ、あのすごい親切にしてくれるおじさんだからとかね、まあ、すごいあの身近な、ね、あの近いところでいるから、まあ、こっちの方がいいよっていう、まあ、こっちのおじさんから教えてほしいっていう人が絶対いるわけですね。これがすごいチャンスでですね、まあ、絶対大手 の, その,、ね、あのこの人には勝てないっていうふうに思われる、ね、あのもうそんな、ね、大手の例えばひろきさんとかがいるからもうワールドベンチャーズで、ね、できないんじゃないのとかってね思われるかもしれないんですけど、あのそのね僕からしてみたらですね、まあ、僕は結構もう組織を持っちゃってるので、あの一人一人面倒を見きれないわけですね。でそういった時にですね、まあ、僕には僕に取れない層っていうのも絶対いますし、まあ、例えば女性とかね、あの女の人とか、まあ、僕よりも、ね、10個上の世代の人とか、まあ、20個上の世代の人とかは僕がちょっと話を合わせることができないとかっていう、ことになってくるので、まあ、その、ね、50歳の人にはやっぱ50歳の人の方が話が合うねみたいな感じでね取れたりとかっていうのもあるし、あとはですね、まあ、その密接度、密着度って言うんですけど、密着度、あのより丁寧にやっぱりこうたくさんね、僕の場合はこう動画でフォローすることはできるんですけど、一人一人こう相手をすることがあんまりできなくなってきてるっていう状況なんですね、今のところは。なので、まあ、そういった時にまあ、親切丁寧に1対1でこう対応することってまだね、できる人って多いと思うんですね。あまり見てる方もまだ紹介者一人もいないっていう形であればですね、例えばですけど、であれば、まあ、僕がこう丁寧に、ね、親密にこう教える、まあ、一郎はね、例えば99人の子供たちを95人くらいの、ね、子供たちをもうてんやわんやでもう一人一人に丁寧に教えることできないと、ね、もうね、もう動画でちょっと教えますわっていう風になるんですけど、まだ人気のないねおじさんとかになってくると、まあそのね、身近なところにいる近所のねおじさんからこう教えてくれるっていうふうになると、まだね人気ではないからすごい丁寧に教えてくれるし優しいし、でもしかしたらイチローとかはもうねくたびれてるからちょっと教えられないけど、こっちの先生から教えてほしいっていうのは絶対あるわけですね。はい、なので、まあ、あなたがやれば絶対あなたのファンができるということ、まあ、これは絶対信じていただきたい。で例えば中学校の先生とかでね、同じく、まあ、美術の先生が2人いたとかね、英語の先生が2人いたとか、理科の先生が2人いたとかってあったと思うんですね。まあ、社会の先生が2人いたとかってね。で、どっちの社会の先生が好きだったとか、どっちの美術の先生が好きとかね、どっちの英語の先生が好きとか、どっちの理科の先生が好きっていうのは、人それぞれこう分かれたと思うんですよ。ね、みんなこっちの先生が好き、みんなこっちの先生が好きとかってならなかったと思うんですよ。まあ、よっぽどなんかね、変な先生で、まあ、こっちだけしっかりしてるんだったらみんなこっち行くかもしれないですけど、でも、まあ、まともな先生、まあ、普通にこう両者とも真面目にやってる先生だったらね、普通にこう意見が分かれたと思うんですよ。うん、まあそういうことなんですね。まあお母さんとお父さんどっち好きみたいな。あ、私はお母さん。あ、私はお父さんの方が好きなんだよね。みたいな。同じお母さんお父さんでもね。まあ兄弟によって意見が違ってくるとかっていうことも、まあ時にはあったと思うんですね。まあ例えば男兄弟と女兄弟でね。まあ男の子は、まあ女の方が、お母さんは男の子の方が好きだからとかっていうことが、まああってね。で、男、まあお父さんからしてみたら、なんか娘さんの方が、女の子の方が可愛いみたいな感じで言うわけですね。だからね、そういうのもあってですね、私はお父さんの方が優しくしてくれるから私はお父さんの方が好き、私はね、僕はちょっとお母さんの方が優しくしてくれるからとか、まあそういうような感じでね、人間ってのはやっぱり相性とかっていうのがありますので、ね、あなたがこう顔出しすればですね、あなたのと近い人、ね、年代とかね、声の波長とか性格とかね、生まれ持ったこうね、まあ素質とかっていうのは全員違う、まあ今のやってる仕事内容とかね、全員違いますので、まあだからあなたがやればあなたのね、価値っていうのが生まれますので、で、あなたからこう買われる、あなたが、まあまずはね、自分を売れ、まあよく商品売る前に自分を売れっていう言葉があるんですけど、っていう形でですね、ブランディングを作って、まあ、ブランディングを立ち上げたらですね、まあ、そういう形で、まあ、そのものが売れて、まあ、ワールドベンチャーズを売る前にそれが売れるわけですね。で、
まあじゃあワールドベンチャーズ入るわみたいな感じで、まあそれにちょっと入りたいんだったらちょっとこれに入ってねみたいな感じで売れていくっていうパターンが多いですので、まあ、それをちょっとぜひね、あなたのブランドっていうものをちょっと考えていただいて、まあそんな別にブランドって言ってもそんな難しく考えなくてよくて、まあ普通に顔出ししたら一つのブランドになる、ね、あの見分けがつきますよね。あ、ひろきさんよくなんか正解ですとかってやってる人ですねみたいな感じで僕言われるわけですけど、はい、まあそんな感じでね、あのあなたのブランドっていうものをちょっと作ってみて、まあ、できれば高級ブランドとかやった方がいいですけど、まあそれは別にあの本当に今のうちであんまりねやる必要そこまでないかもしれないですので、できる範囲でやってみていただけたらなということを思います。はい、で2番目いきたいです。1番目はブランディングを作るということ で、2番目ですね。2番目は何かというとですね、 100% お客さんの幸せを考えるっていうことを意識していただきたいということを思います。はい、100% です。本当にあの 100% 相手の幸せを考える、ね、これあの本当にね、営業を取るためのなんていうのもう秘訣というか、まあ当たり前のことっちゃ当たり前のことなんですけど、僕から言わせたらですね、それはね、物を売ってくる人がですね、まあ、自分の利益を考えてたらどうですかということなんですね。ね、あのちょっとすごいなんかね、あの下心満載でこれをちょっと売ったら俺がいくら儲かるからみたいな感じのこととかはね、あのすごいこうあらわに露骨にねこう出してきて、ね、あのちょっとこれ買わない、あのちょっと顔もにやけてるみたいな感じでですね、これ買ったら俺にちょっと100万あのこれ買ったらちょっと俺1万くらい儲かるんだけど、うん、まあそれちょっと買ってほしいんだよねとかって、まあもうね向こうのメリットでしかないということですので、だから 100% 相手の幸せを考える、まあよくねあの言われるのが、あのそういうね自分の利益を考えてるっていうことを思われてしまった瞬間にその人負けみたいなあのことを言われるわけですね。まあ、やっぱりそこでこうそんなことを考えてたらね、やっぱりああそんな嫌だなっていうふうに思われてしまいますので、相手のことを 100% 考えるんですね。本当にね、相手が困ってるからこれを渡してあげる。まあそこでなんか自分のメリットみたいなものがね、ちょっとでも感じられてしまったらすごい嫌な思いをするわけですね。まあそれなんか自分都合だろうみたいな感じになってしまうわけですね。ね、例えば何ですかね、まあ、例えばね、僕になんか投資の商品を売ってこようとした人がいるわけですけども、まあ、俺勝ってるからみたいな、勝ってるからやりなさいみたいな感じでね、まあ、別に勝ってるからって別にそこ別に俺がやる必要なくねみたいな感じで僕としては思ってしまったことがありましてですね、まあ、勝ってるのは別にそっちが別にそのまま勝てばいいじゃんみたいな、勝ってるから勝ってるんだってとかっていうことでね言ってきてた人がいたわけですけど、まあ、それでなんか買いなさいみたいな意味合いなのかなということを思ったんですけど、まあ、それは別に何のね自分都合でしかない、まあ基本的には相手のニーズに応えていく、相手が困ってるもん、まあ薬屋さんですね、言うなら、相手がこう傷があるからそこを治すために、いや絆創膏どうですかとかね、何ですかね、軟膏、なんかね、軟膏とかってこう塗る薬どうですかっていうのは、相手が基本的にニーズに応えるっていうことが大切なんですね。相手がお金を欲しいと思ってるから、これ、あ、そういえばね、これだったら、まあ確かにこれはね、まあワールドベンチャーズはですね、最初にお金になりにくいものなんですけども、将来的な投資として、資産運用としてやっていくのがいいと思いますよとかっていう形でね、本当にあなただけのこと、まあ、その人の幸せを考える、だから自分で聞いてみるといいんですね。自分でこう言った言葉を自分がもし聞いて、ね、言った瞬間にそれをこう自分の耳で聞いてですね、ああこれすごいなんかすごい聞き触りがいいなと聞いててね、すごい自分のことを思ってくれてるなっていうふうに思いながらこう聞くわけですね、話すわけですね、まあ、聞きながら話す、自分の言ったことを聞きながらこうそれを話すということなんですね。まあ、これすごい練習する、まあ、最初はね、まあ、こういうふうに言ったらどう聞こえるかなということをすごい練習するわけですけども、まあ、最初は全然なんか自分都合みたいな感じのね考え方になってる、まあ、自分がいてですね、全然相手に対してね、まあ、すごいいい言葉を言えてないっていう自分がいたわけですけど、僕もそういう時代があったんですけど、今はですねもう相手のメリット、相手のことだけを考えてね喋ることができるようになったので、結構売れるようになってきたということなんですね。なので、まあ、そこの練習、何々さんこれってねもう絶対これやった方がいいって、まあ、何々さん、まあ、その人のフォーユーですね、フォーユー、その人のためのことを考える、だからよりその人のことを知ってないといけない、まあ、事前
まあ、事前にねその人のことを傾聴しておく、たくさん聞いておくっていうこと、まあ、これは別に本当にね、まあ、下心とかなくねやっていただけたらなということ思うんですけど、うん、相手の、ね、何々さんって海外旅行好きだったよねっていうことが分かれば、それに対して海外旅行を売るためにはこんな商品があるよみたいな感じのこととかね、まあ、お金ね、そういえば困ってたね、あなたってこう、そういえば結婚してて子供2人いるじゃんみたいなね、でこのねお金ないとか言ってたじゃんって、で月5万とかねあったらすごい助かるんだよねみたいなこと前言ってたじゃないって、でそのね月5万稼ぐ方法あるんだよねとかってね、いうその具体的なその稼ぐ導き方、まあそのね方法とかも提示してあげて、まあだったら一緒にできる、まあそれだったら一緒にできるよねみたいなところをね解決させてあげる、その問題を解決させてあげるということが大切なんですね。で、あそこまで親身に思ってくれてるんであれば、まあね、あなたから入るわと、よくその人の立場で聞きなさいということが言われるわけですけども、まあ、そんな感じで本当にその人のことを思ってるんだよっていうことをね意識していただいてやっていただけたらなということを思います。はい、それがちょっと2番目です。はい、ちょっとね19番目くらいまであるので、まだ2番目ですので、ね、ちょっと巻き巻きでいきたいと思います。はい、3番目はですね、良いものを先に与えるっていうこと、まあ、これはですねよく試食品とかね試供品とか先に与えますよね、とか例えばね本屋さん、まあ、漫画の本は先に読むことはできないですけど、漫画は全部立ち読みされちゃったらね売ることができないので、よく文庫本とか普通にこうビジネス書の本とかね、まあ、そういう本とかはね普通に立ち読みすることができるじゃないですか。ということで良いものを先に与える、まあ試食品とかね、まあ僕のこの動画とかもそうかもしれないんですけども、そうですね、まあ良いものを先にこう無料で、提供するということが大切です。はい、まあ今なんかフリー戦略っていうものがあってね、まあ例えばゲームとかもアプリとかね先にこうダウンロードすることができて、でそのゲームので中でこう課金制度になってて、まあ、課金してもお金をそのなんか武器を買うのにお金が必要とかね、まあ、そのアプリ自体は普通に無料でダウンロードできるみたいなものが結構多いじゃないですか。っていう感じで本当にいいものを先に与える。で人間っていうのはなんか先にもらったものに対してはなんか偏方性の原理でねこうなんかお返ししたくなるっていう、まあ、原理があるわけですね。まあ偏方性の原理っていうのがありますので、だからまあ自然の摂理としてなんかやっぱりねこうもらったらなんか返さないといけない。なんか試食品もね例えばあなたもね買ったらなんか食べたらなんかちょっと一つ買わないと悪いかなみたいな気持ちになったことってあるじゃないですか。ね、なんかもらいすぎてるからちょっとこれお返しねみたいな感じでやったりとかっていうことね、することありますよね。ただ、完全なテイカーとしてね、まあ、ギバーがこう、与える人、何かを与える人で、テイカーはもらう人のことをテイカーとかって言うんですけど、完全ななんか、くれくれ病の人、くれくれの人、何でもちょうだいちょうだいっつってね、何でも受け取っちゃって別に何も返さないっていう人の中にはいるので、まあ、あんまり上げすぎてもあんまり良くないということですので、あんまり満足させないっていうことが大切ということも言われてるわけですけど、はい、まあ、そうですね、まあ、ちょっと小出しにしてやっていくっていうこと、うん、が、結構大切かなということを思います。だから試食品とかもね、まあ、ちょっとだけ出す。で、その時に大事なことがですね、まあ、ちょっとだからといって、まあ、その試食品だからといって、全然価値のないものをね、渡してたらダメだよっていうことなんですね。まあ、全然価値のないものを試食品にね、例えばみかんだったらみかんのね、皮とかをこうあげててもね、いやちょっとみかんの皮を渡されても本体がわからないんでみたいな感じになりますよね。だからそのものの良さを本当にこう味わってもらうっていうことが必要なんですね。無料だからといってちょっと出し惜しみをしないみたいな形でですね、やっていただけたらすごいものが売れていくようになるかなということを思いますので、ぜひやってみていただけたらなということを思います。まあ、情報に関しては今結構もう全部ね無料で公開しちゃってる人が多いですので、まあ、そこに関してはもう全部ね無料で公開しても結局なんていうかな、まあ、結局そのやり方は分かってもやる気っていうものがなかなかね起きないっていう風になって、まあ、こういううん、お金を稼ぐ方法とかっていうのはやっぱりねマンツーマンでサポートしてあげたりとかっていうことが必要になって、結局なかなかね稼ぐことができないっていうことになりますので、やり方は分かったところでやる気がねなかなか持てないっていうことでやめていく人も多いですので、まあ、そこは情報に関しては、まあ、こういうねまあ、お金を稼ぐ情報とかに関してはですね、
まあ、やり方が分かっても、まあ、継続する、ね、2年3年とかって継続し続けることがやっぱりね難しい、くなってきますので、まあ、やり方も分からなければですね、やっぱり無料だとね、あの無料で手に入れたものってみんな大事にしないわけですね。なのであの結局、まあ情報に関しては無料だけではコンプリートしないということになりますので、そうですね、まあ、全てこう、ね、情報に関しては全部こう与えても大丈夫かなということは僕は思ってるということで、まあ、先にこう与えるということを、ね、意識してみていただけたら、なんか LINE アットとかメルマガとかでこう情報を、ね、あの提供するということを意識していただけたらいいんじゃないかなと、まあ、そしたら自分の価値も、ね、より気づいてもらえて、一部の人が買ってくれるっていう風になりますので、3番目としては良いものを先に与えるということを、そうですね、意識してみていただけたらと思います。で4番目ですね、4番目いきたいんですけど、4番目はですね、売る時のマインドですね、マインド、っていうものをあの身につけていただけたらなということを思います。はい、この仕事ですね、やっぱり自分自身がいいものだということを感じてないと売ることできないわけですね。例えばであのワンピースの漫画とかでもですね、まあ、自分が本当にいいなと思った、ね、人生変わったと思うと思ったとするじゃないですか。そしたら、ね、それをこう人に教えてあげる、ね、ワンピース読んで本当に人生変わったよっていうことでね、紹介しやすくなると思うんですね。ラーメンとかでもそうですね、まあ、ラーメンもこう食べてみてね、美味しかった、こんな美味しいラーメンないわっていうふうになると、あそこのラーメン絶対食べた方がいいよっていうふうに、ね、なってこう紹介することができるっていうふうになる、まあ、心から進めることができるということになるわけですね。無理やりなんか、ね、いいと思ってないものを売るって結構難しいんですね。まあ、なのでワールドベンチャーズも全く同じでですね、ワールドベンチャーズが心の底からあこれいいなっていうふうに思ったんであれば、まあ、それね、あの普通にこう、あこの人にも売ろうっていうかね、紹介した方が絶対いいっていうふうになるわけですね。まあ、こんないいもの、ね、体感してる、自分だけが体感してて、ちょっと言わないと申し訳ないみたいな感じになりますので、なので、この人にもちょっと伝えてあげようみたいな、湧き出るような感じ、心から湧き出てくるような感じで、あの伝えると、すごいいいですよね。まあ、無理くりなんか売ってこようみたいな感じじゃなくて、いや、これもう本当にいいと思ってるから、もう、善意で伝えることができるのよねって、好意でね、あの普通にこう、自然体の自分で伝えることができるのよっていう風になりますので、まあ、そういう自分作りをしておくことでたくさん紹介もできるっていう風になりますので、やっていただけたらなということも、まあ、そうなれるような、そういう自分作りを作る、ね、あの心構えみたいな感じでですね、売ろうとかって考えてもなかなか難しいですね。いいと思ってないのに売るとかって難しいんですよ。やっぱり本当にいいと思ってるものがやっぱり売れるっていう風になりますので、やっぱりあのなんていう表情とかね、あの声のトーンとか、まあ、本当にこの人いいと思ってないなとかっていうのは悟られてしまうわけですね。なので本当に心からいいとね思える状態を作っていただけたらなということを思います。はい、あとはあの物事には全て二面性があるっていうこと、まあ、これね売る時のマインドとして、まあ、例えばね、あの高いとか安いとかっていうのにもあの物事には二面性がありましてですね、例えば高いからお金が減るっていうデメリットもあるんですけど、高いから、ね、より頑張れるっていうメリットもあるわけですね。まあ、メリット、デメリット、それぞれあるわけですね。安いっていうのは、まあ、そんなね、やっぱりこう、お金が減らない、お金を出さなくてもいいっていうメリットもあるかもしれないんですけども、でも、裏を返すと、お金を出さないからやる気が起きない。ね、そんな、なんていうの、人間っていうのは、こう、まあ、すごい高いお金を出したら、その分なんか取り返してやろうっていうふうに思うわけですね。なんかこう手に入れるのがすごい困難だったものっていうのはなかなかやっぱりね手放すのにあのためらうわけですね。だからちょっとこれはやめられないわという感じになってしまう、まあ、例えば1000万円とか払ってね、事業を始めたとするじゃないですか。例えば歯医者さんとかね、そのくらいかかると思うんですけど全然ね、まあ、でなるとね、せっかく例えば大学とかね、まあ、歯医者さんになるために例えば2000万円とか例えば出したとするじゃないですか、ね、親に奨学金、まあまあまあ親にも出してもらって奨学金も借りてね、2000万円やっとの思いで払ったわっていう風になるとね、歯医者さんをなかなかちょっとやめようとかっていう風には思わないっていうことになると思うんですね。みたいな感じで、まあ、ワールドベンチャーズもですね、だからこうね、先ほど、まあ、ちょっと前まで2万とかね、1万とかで入れたみたいなのがありましてですね、それだとすぐやめていっちゃう。
あの全然そんなにね入るのに苦労しなかった。そこが今だとなんかチタニウムプランだと10万ちょっとする、12、3万くらいするとかっていう感じでね、初期費用が13万とか、あの13万ちょっとくらいとかねするとかっていうプランができたわけですね。ってなってくると、まあそれはさすがにちょっとそんくらい払ったからちょっとやめるわけにはいかないとかっていう風になってね、っていう形で高いと、まあ、よりねこうやる気が起きたりとか、まあ、それだけ多く払ったから取り返してやろうっていう気持ちにもなるっていうことでね、とか無料だと全然取り返す気持ちになれないわっていう風になってね、そういう形で、まあ、物事には全て二面性があるんですね。で、その売る時には全てプラスのところだけにフォーカスして売るわけですね。まあ、高いのは全然、高いっていうのは全然いいんですよと。ね、あのなんかこう高くないですかって、いやいや高いのがいいんですよっていう、まあ、その反論をね全てこうすることができるようになるわけですね。その高いから、いやいや高いから全然、みんなね安いと力入らなくてね、そんなね痛手をあの負ってないからね、こう全然ね、自分のこうね、こう自分のね痛い思いをして出したお金でもないからねすぐやめちゃうんですよということ、まあ実際別にこれ嘘ついてるわけでも全くないですので、で高かったらその分取り返してやろうというふうになるわけですね。だからよくね借金してる人の方が成功するとかってね、1億の借金してる人は今10億ね、もう稼いでね、逆に借金してよかったみたいな形になってるのよっていうふうにね、まあ本当に言うこともできる。まあ逆にねこう借金もしないで、いた人はですね、まあ、平坦な人生というか、まあ、ワールドベンチャーズも全然成功しないしっていう風になってね、本当になんていうの、まあ、逆にこう高いお金を出した方が良かったんですよっていうことも言うことができ、まあ、だしサポートすることもできますよね。高くを払ってくれたら、でその分だけサポートも手厚くすることができる。 でも全然お金払ってもらえなかったら、それで教えてくださいって言われてもね、全然サポートに時間を費やすことができないっていうふうになる、なったりとかね、まあ、全てこう二面性っていうのがあるわけですね。なのでそのいいところだけに目を向けてセールスをするっていうことを心がけていただけたらと思います。はい。でさらにですね、もっとこう鋼の鎧にこうね、今の話よりもさらになんかセールスってちょっと怖いイメージがあるじゃないですかね、ね、まあ、なんですけど、それをねもう全て払拭できる、もう鋼の鎧をまるでね着てるかのようになれる方法をちょっとお伝えしたい、まあ、鋼鉄の鎧をね着てるようなことになれるようなことをちょっと、その方法をねちょっとお伝えしたいんですけど、ちょっと水飲みますね。ちょっと喉乾いてきたので、はい、ごめんなさい。ですね、詐欺と詐欺じゃない、そのね違いっていうのがあるんですね。詐欺師と詐欺師ではないその違いっていうのがあるんですね。それは何かというとですね、詐欺師っていうのは途中で逃げるんですね。はい。で詐欺師ではない人、普通にね、良心的なというかちゃんと真っ当にビジネスをやってる人、まあ、これはどういう違いがあるかっていうとですね、まあ、詐欺師は途中で、そのね、まあ、全てこう逃げるってしまうわけですね。全てをこうなんか あと言い訳をしたりとかね、まあ、なんかね言ってやめていってしまう。まあでも詐欺師ではない人ね、ちゃんと真っ当にやってる人のその違いということを僕は、まあ、土屋さんに教えてもらったわけですけども、詐欺師ではない人は最後まで面倒を見る、最後まで、ね、ずっとこう面倒を見てくれる人ってのは詐欺師ではないわけですね。なのでちゃんとこうサポートをするっていう人にあなたがなることによってね、全然セールスに対しての、ね、そもそも別にワールドベンチャーズっていう商品がきっちりあるしね、でね、別に詐欺っていうことでもないんですけど、さらになんかね、なんか負い目が、まあ、ちょっとこれ売って大丈夫かなとかっていうふうに思うかもしれないですけど、大丈夫です。あなたみたいなのね、もうここまで動画見てる人は絶対真面目な人ですので、絶対裏切るっていうことはしないと思うんですね。なので最後まで面倒を見るっていう覚悟ですね、まあ、その腹をくくってですね、その人のことを全て面倒を見ていただいたら、ね、詐欺ではないということになりますので、まあ、しっかりねこう売ることができる、自信を持って売ることができる、鋼鉄の鎧になってね、まあ、俺はしっかりまっとうにこれやってるんだから絶対大丈夫、まあ、何で文句言われる筋合いないんですよっていう形で売ることができるようになりますので、まあ、ぜひねやってみていただけたらなということも言います。はい。で5番目いきたいと思います。4番目はそれです。で
5番目はですね、信頼関係、とかね、まあその信頼を作る方法とかはちょっとね、まあ以前にも動画で説明させていただいたので、まあ、信頼関係を作ってたくさん売る方法みたいな動画をね、別途見ていただけたらと思うんですけど、その信頼関係を作る方法をね、ちょっとおさらいさせていただきたいなということを思います。はい。まあ、よく言うのがザイオンス効果で、まあ、たくさん接触するっていうことと、あとは共通点を3つ以上見つけて、その人との、まあ、出身地が同じとかね、年齢が同じとか、やってる仕事が同じとか、小学校が同じとかね、あ、バスケットは同じですね、やってました、僕もバスケットやってましたとか、サッカーやってましたとかってね、共通点を見出したりとか、相手の話をよく聞く、で愚痴とかをよく聞いてあげたりとかっていうこととかね、寛大、まあ、相手のちょっとしたミスとか多めに見てあげるとか、サービス精神とか、あとは会うっていうこともすごい大切ですね。会う、やっぱりね、人間これネット上で知り合った人ってちょっと怖いんですけど、会ってもすごいね、お茶をして、カフェに行ってね、まあ、すごいランランをして、まあすごいなんかいろんなね談笑、まあ、すごい笑い合ったりとかしてくれた人ってのはやっぱりもうリアルのね、すごいいい人に、いい人として見なされることができるわけですね。だからそういうこととか、あとはセミナーをやったりとかでですね、まあセミナーも結局会うっていうことになってくるわけですけど、まあそういう形で、すごい信頼関係を結ぶこと、やっぱりね、全然今日初めて会ったばっかりの人から買おうとかっていうことは思いませんので、まあ人間はですね、誰もが、いや、なんか怖い、この人誰みたいな感じになりますので、そういうところをね、信頼関係を作る方法っていうのは別途ね、詳しく説明している動画がありますので、もっと詳しく見たい人は、まあ、別途ね動画を見ていただけたらなということもいます。はい。なんていう動画でしたっけ。ちょっとね、前の動画でちょっと待ってくださいね。あれですね、まああれですね、信頼関係ができてたくさん売れるようになる方法っていう動画がありますので、まあ、それをね、まあ、下の方にも入っておくか分からないですけど、その動画をね別途見ていただけたら、そのやり方、その信頼関係をもっと詳しくね、結ぶ方法っていうのは、まあ、今言った話以上の話もっとそこでしてますので、その動画をね、見ていただけたらなということも言います。はい。で6番目いきたいんですけど、6番目はですね、その人の好きな人からセールスをするっていうこと、まあ、これは大切なことなんですね。まあ、ちょっと前にね、僕がまあその辺のねスーパーとかに買い物行った時にですね、なんか小さいなんかバンドではないけど、まあ、バンドみたいな感じの、まあ、音楽アーティスト、まあ、音楽活動をしてるね、まあ、僕よりちょっと若いくらいの人が、まあ、ライブみたいな感じでそこら辺のストリートで、まあ、通りでね歌ってた人たちがいたんです。まだインディーズだと思うんですけども、全然ねメジャーデビューはまだしてない人だと思うんですけど、でその人、まあ、僕よりもちょっとね、若めな、まあ、まだ30歳くらいの男の人だったんですけどの、まあ、見てた人、まあ、よくね通りがかりの人、まあ、その辺 の、 ストリートで歌ってる人っているじゃないですか。でそのちょっとね、なんかその周りに人が囲まれるみたいな感じになりますね。まあ、周りに人がかりができるみたいな感じで、ちょっとその10人くらいね人がこう集まってたっていう感じだったんですね。でその10人ともですね、女性だったんですね。まあそうですね、まあ、男性ももしかしたら1人はいたかもしれないですけど、ほとんど10人とも女性でですね、でまあ男の人は2人いたんですね。2人、まあその新何でしたっけ、ボーカルですね、ボーカルの人と、もう1人なんかギターかなんかピアノかちょっと分かんないですけど、まあキーボードですか分かんないですけど、の人がいてですね、まあでその2人組の男の、まあ、男の人たちのバンドの人、バンド、まあそのミュージシャン、音楽活動をしてる人の周りには10人の、ね、女性、まあちょっとおばさんというかね、まあちょっと、まあ、30代か40代か、まあそのくらいのね、おばさん、まあお姉さんというか、ね、主婦か分かんないですけど、まあそのくらいの主婦の人たちぐらいの人たちがこう集まってたっていう形だったんですね。で、なので、まあ何が言いたいかっていうことなんですけど、男の人はやっぱり女の人に好かれやすいということなんですね。で、女の人はですね、逆に言うと、男の人に好かれやすいっていうことなんですね。まあやっぱりこうね、先ほどもちょっと言ったんですけど、お父さんは娘の方が好きだったり、で、お母さんは息子の方が好きだったりとかっていう形で、やっぱり異性の方が好きだったりっていうことの方が多いわけですね。だから、やっぱりこの仕事って団体戦で戦うことになりますので、まあ組織ビジネスということになりますので、ね、まあ自分のチームの子で、例えば女の子とかね、男の子とかってやっぱりいると思うんですね。
なので例えばまあ、これね愛知県で IMD の加藤さんっていう人から、RMD か RM WRMD の加藤さんっていう人が僕会ってきたわけですけど、その人から言われたことが自分で落とそうとしたらダメだよっていうことを言われたわけですね。なので例えばおじいちゃんとかだったらちょっとね若い娘さんみたいな人からこう一緒にやろうっていうことを言ってもらうわけですね。で逆におばさんみたいなお母さんみたいな人、まあ、ちょっと女性の方だったら、ね、僕とか、まあ、僕よりちょっと若い男の子から、ね、セールスをしてもらうようにする、ちょっと一緒にやろうみたいな、一緒に旅行とか行こうみたいな感じでね言ってもらう、まあ、その男女の違いっていうのがありますので、そしたらこの人のね誘いはちょっと断りづらいわっていう風になってですね、入ってくれることになるわけですね。っていうことはテクニックとして教えてくれた人がいたわけですね。まあ加藤さんっていう方だったんですけど、加藤 RMD、まあ加藤 WIRMD、その当時ですね、っていう方から教えてもらいましたので、まあその人の好きな人からですね、まあ、それは好きな人のお願いだったらなかなか断れないですよね。なのでこの人とは相性がいいとかって、相性のいい人からこう誘ってもらうことでね、何々さんのお願いだったら入りますわみたいな感じになりますので、まあ、そこもちょっと押さえておいていただけたらと思います。はい。で、7番目なんですけど、7番目はですね、声の大きさ、やっぱり声の大きさが自信に比例するっていうことが挙げられてまして、声が大きく出してればこの人自信がありそうっていう風になるわけですね。で、自信がある人と自信がない人だったらやっぱり自信がある人のからやっぱり入りたいわけですね。まあ、そんな頼りないもので入ってられるかみたいな感じになりますので、ね、そうですよね。まあ普通にこう考えてね、まあ自信ないんですけどこれを買いませんかみたいな、これちょっと大丈夫ちょっとで、じゃあ怖いよ怖いよみたいな感じになりますよね。それもう絶対大丈夫ですね、もう絶対ねこれ買ったらもう間違いないものですのでみたいな感じでね、言われた方がちょっと安心感がありますよね。いやもう絶対大丈夫ですんでみたいな、ね、なので声の大きさもね、できれば元気に明るくね、ハキハキとね、できるだけ声も大きめにこう話した方が信頼されやすい、自信がありそうっていうふうに思われてね、大丈夫、この人にこの人から入っても大丈夫って思われやすくなります。まあ、そこもちょっと意識していただけたらと思います。で、8番目はですね、8番目、今のが7番目の話だったんですけど、8番目はですね、1回で決めようとしないということなんですね。まあ、これはまあ、文字通りそうですね。まあ、まあ、101回目のプロポーズっていうのもありますけども、っていう形でですね、まあ、女性もやっぱり口説かれてね、まあ、もっとこう、私のことどれくらい好きでいてくれるのみたいな感じのことを思ってましてですね、それだけこう言ってくれるんだったら、まあ、私のこと本当に好きなんだなっていうことは、まあ、その熱意に負けて、まあ、負けてっていうか嬉しいですよね。女性としてもそれだけね、熱心にこうプロポーズされたらみたいな感じでですね、一回で決めようとしてもいけない、まあもちろんなんかすごい空気読まないためですよ。もう絶対これ方角性、方向性が全く違う、方角が全くね、まあいや私もう全然そういうのやらないから、もう絶対お医者さんを目指してるからとかね、音楽家を目指してるから、もう行き先が違うからって、もう私はビジネスとか絶対やらないからとかっていう風な人にね、しつこくやったら絶対ダメなんですけど、僕の経験上の話でもあるわけですけど、そうではなくて、まあちょっと考えてるのはどうしようかなっていうくらいの人とかだったらね、まあこの人本当はやりたいんじゃないかなと、まあでも勇気がなくてできないっていうことも、往々にしてあるわけですね。まあそういうことが、だからですね、まあそういう人に対しては空気を読んで、いや実はやりたいんでしょって、まあ、この際やっちゃおうよみたいな感じでですね、もちろんまあ無理強いはダメでしょ、まあ、無理強いはダメですよ。で、ちゃんと問題を解決させてあげる。ね、ね、月会費が払えないとかね、まあ、初期費用がこれでとかっていう、まあ、そこ解決できるものがあるからと。ね、これでしかも4人とか紹介できたら、ね、もうこんだけのね、月会費も払えなくてよくなるしとかっていうことで、まあ、その問題解決をしてあげる、その今のね、現状を解決させてあげるっていうこと、これをちょっと忘れてはいけないんですけど、まあ、それをね、やってあげて、ちゃんと決めるっていうことをしていただけたらなということを思います。8番目は1回で決めようとしない、これはね別に僕がやっても別に断られるものは断られますので、まあ、その後が大事なんですね。どっちかというと断られた後の方が、断られたところからなんか信頼関係を結ぶことができた人ってのは全然いるわけですね、僕のお客さんでも。なのでまあそれをね、ちょっと思い、まあ、ただ空気は読んでください。もう絶対それは心からやりたくないと思ってる人は、やめといていただけたらと思います。はい。それは空気を読みながらやっていただけたらと思います。で、9番目ですね。9番目。
9番目は今の問題を解決させてあげる。あ、これちょっと言いましたね。もう先ほどの話でもう言っちゃいましたね。問題を解決させてあげるためにワールドベンチャーズっていうものがあるんだよっていう形にすればすごい綺麗になりますので、はい、これはもう喋ったことなので、はしょります。ちょっとね、そうですね、飛ばします。で、10番目いきたいです。10番目はですね、恐怖のパワーとか、ね、そうですね、こんなに損してるみたいなこと、ね、とかっていうことを出すわけですね。人間なんかこれやったら得するよみたいな話よりもですね、これやらないとこれだけも損してるんだよって、まあ、例えば月に50万円をね、稼げるものを稼げないでいるんだよって、ワールドベンチャーズやらないおかげでね、月300万とか月500万とかね、稼げないことにしちゃってるんだよって、いうことだったり、まあこれからの時代ね、仕事がなくなってくるからね、じゃあ逆にそれしないでね、まあじゃあ普通の世の中的な仕事をやるのとかね、こんなに損してるんだよみたいな話とかを例え話に出していただいて、それをね、これだけ損してるんだよみたいな恐怖のパワーですね、これ、うん、っていうものをこうなんかね提案してあげると、まあそれはちょっと私すごい損してるって、まあ損、人間なんか得してることに対してはね、別にそれを取らなくても大したダメージはないんですけど、損してるって言われたらね、ああそれ損したわっていうことに対してはすごい、なんていうかな、まあすごいこう損したっていうダメージの方が高いということが言われてますので、まあ、そこにフォーカスしてね、アピールしてあげるというか、そこをねこう教えてあげるっていうことをすると、ね、それをちょっと表現を考えてですね、まあ、やってみていただけたら、ああ確かにそれはそうだよねみたいな感じになってね、売れやすくなると思いますので、はい、売れやすくなると思いますので、はい、やってみていただけたらと思います。10番目は恐怖のパワーとかを使う。ね、仕事がなくなっちゃったりとか、なくなってくる時代に今突入してるんだよとかね、お金がこれだけね、今不景気になってるから絶対やった方がいいよと、なんか資産運用とかね、今絶対始めた方が将来的にこれだけ儲かるから。ってことはやってなかったら何千万損するんだよみたいな話を出していただけたらと思います。はい、10番目はその話でした。で、11番目いきたいと思います。11番目の話はですね、イメージ効果。ね、っていうものがあります、はい、イメージ効果ってのは何かというとですね、まあ、イメージさせてあげるんですね、やってるところをイメージさせてあげる、例えば今会社員をやってるんですと、ね、その方が会社勤めをしていてね、それをこうごめんなさい、ちょっと今伸びてました、はい、それをですね、なんかこうそれをね、こう会社勤めをしてて副業としてなんかやりたいということ、まあ、で副業をやった後のことをイメージさせてあげるんですね。例えば今じゃあ例えばね、働いてる時間って何時までありますかと、ね、17時半までですよっていうことを言われたとするじゃないですか。あ、17時半ですか、あ、なるほどですねと。で、その後に、まあ、じゃあ帰ってくるのが例えば18時半くらいに帰ってくるとするじゃないですかと、ね、でその後に、まあ、ちょっとねお風呂とか入りますかと、お風呂入ってなんかゆっくりしてね、で、まあ、その次の日まで時間ありますよねって、7時から例えば11時くらいまで時間があるという形になるじゃないですかと、ね、でそこからじゃあ例えば2時間くらいちょっと隙間時間って空けられますよねと、でその時間で例えばこんな作業ができますよと、ブログを書いたりとか、まあ、ちょっとした動画を撮ったりとかね、とかあとは、サイトを書いたりとか音声を作ったりとか、なんかそういう作業とかってできますよねみたいな、まあそんな難しいこと言っちゃダメですけど、まあ例えばね、Facebook でこんな一人の人とやり取りができませんかとかっていうことだったりとか、ね、そういうことだったら、ああ、できますねっていう形でですね、まあ全然こう、それでこう月会費賄える方法があるんですよと、例えばですけど、僕も手堅くね、1日2時間も作業しなくても、1日1時間くらいの作業でですね、月にまあ本当に5万円くらい稼ぐ方法がありましてっていうことで、まあ実際本当にあるわけですね。で、それやれば、もう全然月会費以上に稼ぐことができるのでっていうことでね、言ってあげることができるわけですね。うん、なので、まあ、そういううまくいってるところをイメージさせてあげるっていうことがすごい大切。はい、これも覚えておいていただけたらと思います。11番目はイメージさせてあげるっていうことがとても大切です。はい、で12番目いきたいと思います。12番目はですね、やっぱりこれ人を集めるっていうことになりますので、やっぱり楽しいところに人は集まるわけですね。お祭りとか、どうなんですかね、コミケ、コミックマーケットっていうものとかね、ありますよね。なんか秋葉原とか、なんですか、国際展示場とかでね、行われてるコミケとかってありますけども、で、まあ、それ楽しいところにやっぱり人が集まる。ね、お祭りとかね、
絶対そうですよね。例えば隣の部屋からこう笑い声が聞こえてくると、ガーわーこれ面白いねみたいなね話が例えば聞こえてきたとするじゃないですか。なんかテレビの音、テレビとかわかんないですけど、隣の部屋からね笑い声が聞こえてきて、ね、もうめちゃくちゃ面白いねみたいな感じでゲラゲラゲラって感じで笑ってたらですね、僕の話よりもそっちの方が気になってしゃあないみたいな感じになりませんかね。っていうなんか面白いことあったのみたいな、何聞かせてそんな面白いことがあるんだったらみたいな感じになりますよね。っていう感じで、まあ、楽しいところにやっぱり人が集まってくる、笑いがあるところにやっぱり人が集まってくるっていう法則があるわけですね。あなたもそうですよね。苦しそうな人のところと、もうめちゃくちゃ笑いが絶えないようなところ、どっちに行きたいですかっていうことを考えたらですね、絶対笑いが絶えないところになんか行きたくなりますよね。絶対もう間違ってもなんかこんななんか眉間にしわ寄せてなんか苦しそうな顔のところ、してる人のところにあまり行きたくないと思うんですよ。なのでってことはこっちも同じですよね。楽しそうにしておく、楽しそうにするというか、まあ、やっぱり楽しければいいんですよ。一番いいのは本当に楽しくて心から楽しければ、まあ、それはもう楽しいんだからね。それは人が集まってくる、集まってまず、あ、何それちょっとやりたいんだけどってね、思ってもらいやすくなるということです。それで楽しそうにするとか、楽しい感じ、まあ楽しくする、楽しくするとかね、うん、っていうことが大切です。はい、12番目はそんなこと、そんな話です。はい、13番目いきたいと思います。13番目はですね、社会的証明、とかね、桜とか多数派に人は巻き込まれるっていうこともちょっと意識していただけたらと思います。これはどういうことかと言いますとですね、よくね、まあ、ファミマのトイレとか、トイレをいつもきれいに使っていただきありがとうございますとかって書いてるわけですね。で、そういうふうに書くことによって、まあ、みんなもこう、きれいに使ってるんですよっていうふうに思ってもらうっていうこと、まあ、とかね、まあ、先にありがとうっていうことによって、ああ、まあ、言ってくれたからもう、きれいに使うかっていうのもあると思うんですけど、まあ、みんなもきれいに使ってるんですよということでね、まあ、そこは汚しちゃダメですよってなったら、みんなも汚してるんだ、だから俺も汚してもいいっていうふうになっちゃうわけですね。ということで、まあ、桜、まあ、そうですね、まあ、桜を使うとか、まあ、そういうのも大切なんですけど、まあ、そういう社会的証明、まあ、みんなもやってるんですよと、例えばグループでですね、まあ、みんなもやってる、みんなもやってるね、例えば学校のクラスを思い浮かべていただいてですね、宿題をみんながやってる、みんなもやってるっていう感じになったらね、あ、いや、なんか俺もやんないとダメだよねみたいな、でそこがみんなも遅刻してる、みんなも遅刻してるみたいな感じで、あ、なんだ、みんなも遅刻していいんだ、あ、じゃあ俺も遅刻しようみたいな感じになりますよね。みんなもこう眠ってる、眠ってる、もう居眠りしてる、居眠りしてるみたいな感じだと、ああ、俺もちょっと居眠りしようかなみたいな感じになっちゃいますよね。でもみんな真面目にやってる、真面目にやってるっていう風になったら、ああ、ちょっと俺も真面目にやらないとダメだなっていう風になるわけですね。だからそういう風に、人はやっぱり多数派に巻き込まれるわけですね。うん。なので、しっかりそういうところを意識する。だからちょっと桜を使ったとしてもですね、そういうふうに見せかけることで、まあ、みんなもやってるんですよっていうことをね、思っていただくことで、ああ、それは特に日本の方はですね、他の人もやってるから自分もやろうみたいな文化がありますので、というかその文化でしかないみたいな感じですので、まあ、他の人もやってるからっていうことをいかに思ってもらうかっていうことを意識していただけたらね、私もやりますっていう、ああ、もう何々さんも、いや、もう私もやらないとこれまずいよねみたいな感じになりますので、ぜひやっていただけたらと思います。はい。だからですね、売るときはですね、なんか、セールスするときにですね、二人とかクロージングしようとしたら、二人こう売る人を決めようとしたときにはですね、どっちかがやらないわってなったら、それにつられて、ああ、何屋さんもやらないんだったら私もやらないわっていうふうになっちゃうので、まあ、例えばね、5人とか、ね、セミナー会場でよくありがちなのが、ちょっと1人帰る、2人帰るみたいになったら、ちょっと、あ、私も帰ろうかな、みたいな感じになるわけですね。だから、私もやる、私もやるっていう風になったら、私もやるっていう風になりますので、まあ、できるだけ1人、1人だけね、2人でクロージング、よくクロージングするときは1人をクロージングするときは2人で、ね、クロージングした方がいいということになりますし、もし2人いるんだったらこっち4人くらい出さないといけないっていう風になりますので、まあ、もう多数派、もう人数、もう数だからみたいな感じで、数だからっていうことを僕はビジネスやってた最初のね方にビジネスを教わった人から教わってたわけですね。なので、まあ、それをちょっと参考にしていただけたら、まあ、それをそういう話があるよっていうことで、多数派に巻き込まれるので、たくさん人数をね、用意して、
クロージングするっていうことですね。まあそれをちょっとね、そんなことをやってたこともあったなということを思いまして、はい、それをちょっと覚えておいていただけたらと思います。で、14番目いきたいと思います。はい、14番目は何かというとですね、ストーリーっていうものがあります。よくね、ネットワークではこのストーリーっていうものがよく作れよっていうことを言われるわけですけど、まあストーリーって何かっていうとですね、まあ、今ね、このビジネスをやろうとしてる人の未来があなたにみたいな風になってればいいと思う、なってればいいわけですね。ちょっと待って、その人の過去ですね。その人の過去みたいな、まあ、あなたの過去がその人の、現在になってて。ね、だから、俺もちょっと最初ね、このワールドベンチャーズやるときは、その同じこと思ったのよと、不安で、しかもその時は全く稼げてなかったから、全然不安だったんだけど、ね、要するにその人としては、やったらどうなるのっていうところを、知りたいわけですね。ね、その人の未来が、ね、その人の、そのやる人の未来が、今のあなたになってるっていうこと、まあ、理想的なことを言うならですね。で、その人の、まあ、未来が、まあそうですね、未来が、あなたの、そうですね、まあ現在になっていて、で、あなたの、そうですね、ちょっと待ってよ、どういうことだ、ごめんなさい。まあ、要するに、まあその人からしてみたら不安なので、やったらちょっとあなたみたいになれるのっていうところを見てるわけですね。なので、まあその人からしてみて、いや、俺もそうだったんだよと。いや、俺もね、昔、まあその人の、まあ現在がその人の過去で、で、その人の未来が今のあなたになってればいいわけですね。うん。なので、あれですね、まあ、その人からしてみて、ちょっと、いや、俺もそういう時あったからと、ワールドベンチャーズやる前はね、いや、俺もそういうふうに思ったし、ちょっと不安で稼げるかどうかっていうのも不安だったけど、やってみたらね、それがちょっとやってみたら、今、月にね、100万以上稼げるところまで来てるんだよね、もうこんなに人生変えてくれた仕事ってないよっていうことで、まあ、言ってあげるわけですね。まあ、その人の未来が今のあなたになってて、で、その人の現在が過去のあなたになってればいいわけですね。だから私も、確かにね、まあ俺もね、それやるとき、まあ例えば僕4年くらい前にワールドベンチャーズ始めたんですけど、4年前はね、確かにこれビジネス始めるの不安だったんだけど、まあ、やってみたらすごい、本当にやってよかったっていう風になれたから、絶対やった方がいいよって、ね、俺もちょっと工場で働いてた、例えばですよ、僕は工場で働いたことないですけど、工場で働いてたときっていうのがあったんだけど、ね、いざこれやめてね、それやったら、飛び出したら、本当にいい世界が待ってたんだよっていうことでね。だからその伝える人のもこう同じように不安、今は不安だけど、やったらね、あなたみたいになれるのっていうところを見てるわけですので、だからそういうストーリーを考えて作るわけですね、できれば。うん、で、今そんなにね、生活変われてないっていう人がいると思うんですね。で、理想的なことを言うとそういうことですので、まあそこにこう近づけるようにストーリーを作るわけですね。私も確かに会社員時代っていうのがあったんだけど、まあなかなかね、成功するまでに、まあ成功、まあするかなって不安だった時もあってね、まあ、いざやってみて、ちょっとね、行き詰まる時もあったんだけど、まあ、2年後とかわかんないですけど、まあ、ずっとね、このビジネスに取り組んできて、月100万以上、まあ、100万、まあ、そこまで行かなくてもいいと思うんですけど、月にね、20万ちょっとくらい稼ぐところまで来たんですよ、みたいな感じの、まあ、お金を結局ね、稼ぐ、もう結局お金がね、すべてみたいな感じじゃないですか。お金が稼げるかどうかみたいなところが、みんな多くの人が思ってるわけですので、ただ、お金が稼げてよかったんですよ、みたいなストーリーを作れればいい。まあ、で、なかなかない人はですね、まあ、そういうふうに近づける。そのストーリーに近づける。まあ、今ね、まだ10万弱くらい、10万、まあ、8万くらい稼げるところまで来たんだけど、そこまでね、全然来たので、もう全然会社員、今、会社員を辞めれるところまで来てるんだよね、みたいな話をするっていう、まあ、そういうストーリーをぜひ作っていただけたらな、ということを思います。はい。あなたなりのストーリーですね。ちなみに、まあ、僕のストーリーはですね、まあ、僕ニュースキンやってたことがあるんですけど、全然権利収入って作ることができないし、で、今なんかヤフオクとかね、まあ、メルカリとか、そういうね、オークションとかで売られちゃってる、まあ、そういうね、アイナチュラとかっていうネット通販とサイトとかで売られちゃってるんですね。ニュースキンの商品とかっていうのがですね。なので、まあ、全然権利収入を作ることができなかったんだよねって。かといって、まあ、他になんかいい商品ないのかなって思ってた時があって、で、そんな時に出会ったのが、まあ、
あの権利収入欲しいなと思っててね、ニュースキンじゃなかなか作れないなと思ってて、でそんな時に出会ったのがワールドベンチャーズ。あー、これはもう本当にね、あのこれから絶対日本に来るなっていうことで、まあこれからのクリエイティブ的な仕事でね、今まあなかったものを、まあこれからね、あのまあ今なかったものがこう日本に入ってこようとしてるから、これでやってみたら、まあ、本当に組織が7300人とかってバカみたいな形でですね、あの作ることができちゃってみたいなのが、これが僕のストーリーなんですけど、うん、みたいな感じで、あのやっていただけたら、まあ、会社員やってた頃は全然ね、あの稼ぐことできないから独立したんですけど、まあ、もうちょっと言うならね、独立して、まあ、自分のコンサルとか塾とか売ってたんですけど、まあ、それは全然権利収入にならなかったんですね、と。で、権利収入やっぱり欲しいなと思ってきてね、で、ね、何もしなくてもお金入ってくるっていうものにやっぱり魅力を感じて、ニュースキンをやったんだけど、まあ、ニュースキンもなかなかね、今の時代ちょっと遅くて、ね、あのヤフオクとかメルカリとかそういうネット通販、あのアイナチュラとかっていうところで安く売られちゃってるから、それよりも高く、ね、あの 売らないといけないっていうのが大変だったんだよねって。だけど旅行はね、旅行はあの無形のものだから、商品っていうものが特にない、あの、ね、ネットオークションとかで安く買えちゃうということが特にないから、まあ、これだったら全然売ることができるねっていうことでね、まあ、付加価値もつければ全然問題ないねっていうことで、まあ、自分のブランディングを作って、売って、まあ、それで権利収入が作れたんだよねっていう、まあ、僕のまあ、ストーリーとしてはそんな感じですので、ぜひ参考にしてみていただけたらなということを思います。はい、で15番目はですね、食事をしている時に打った方がいいということですね。まあ、これは何でしたっけ、まあ、ドーパミンかセロトニンかちょっと忘れましたけど、まあ、すごいね、脳内にこう分泌される、まあ、いいホルモン、あ、いいね、脳内物質が分泌されるということでですね、やっぱり食事をしている時の方が心を許しやすくなるんですね。こうなんていうかな、まあすごいこう、すごいね、こうだらっとした感じになるというか、すごい気持ちがね、緩みやすくなるわけですね。だから食事をしてる時の方がセールスがしやすくなる、売りやすくなるということですので、覚えておいていただけたらと思います。なのでこれLINE とかね、メルマガを出す時とかもできるだけこう昼休みになる時とかね、朝とかはあんまりセールスしたらね、あんまりこう決まりづらいということになりますので、できるだけ晩ご飯時とかね、まあそういう時にこうセールスをした方が決まりやすくなりますので、まあそうですね。なので僕の経験上も朝ねクロージングした人ってのはすごいすぐ断られた人ってのは結構いるわけですけど、朝は結構決めづらいですので、まあ食事をしてる時とかにセールスすると、とりあえず話は聞いてもらえるっていう風になりますので、ぜひ覚えておいていただけたらと思います。で16番目はですね、新しい企画を作るっていうこと、まあ、新しい企画ですね、これを立ち上げてみていただけたらなということになります。例えばね、集客する企画を立ち上げましたとか、ライティング講座とかね、を立ち上げて、まあ、それに入るためにワールドベンチャーズに入ってくださいとかっていうことだったりとか、本当に新しい、ね、企画を立ち上げて、まあ、今だとローンチっていうのがあるんですね。プロダクトローンチっていうのがありまして、プロダクトローンチっていうのは何かというとですね、1話目、2話目、3話目、4話目、5話目、まあそういうね、LP っていうのがまずありまして、LP でこう誘導されてね、メルマガ登録をされるわけですね。なんかその、こんなものがもらえるとか、ね、すごいいいものが、なんか魅力的なものが書いててね、メルマガを登録したらそんなものがもらえますよ、みたいな感じで、すごいね、魅力的なキャッチーなものがあって、で入ったらね、そういう1話目2話目3話目4話目5話目みたいな感じで送られてきて、最後にセールスがされるみたいな動画があって、まあそれ新しい企画として、まあそういうローンチっていうものを立ち上げてもいいかもしれない。まあ結構皆さんがやってる、まあそのワールドベンチャーズやってる方々で多くの人がやってるのがローンチですので、まあローンチを新しく作るとかね、例えばですけど、うん、まあそれでもいいかなということを思います。はい、新しい企画、まあ新しい企画をやるとね、新しくねこう入ってくれる人っていうのができますいますので、まあぜひねやっていただいて、まあでこう今までこう Facebook とか Twitter とかね、でこう集めたリストに対して、集めた人に対してこんなのを立ち上げましたので、ぜひ参加してみていただけたらと思いますみたいな感じで誘導したら、何人かの人が入ってくれますので、ぜひやってみていただけたらいかがでしょうか。はい、ということで16番目は新しい企画です。はい、で17番目いきたいと思います。17番目はですね、特典をつけるということです。はい、まあ僕のね、
ワールドベンチャーズのサイトにも特典っていうものをたくさんつけてるわけですね。まあ、僕から入った人にへの豪華特典みたいな形で、まあ、僕の塾をプレゼントしてたりとか、完全自動でお金が増えるツールっていうものをプレゼントしてたりとかね、あとは、まあ、手堅く、1日1、2時間くらいの作業で月に5万から10万くらい稼ぐ、まあ、10万以上稼ぐことができるっていうノウハウをプレゼントしてたり、まあ、それは継続的にずっと稼ぐことができるんですけどっていう特典とかね、あとはあと何ありますか、あとは自動的に集客ができるようになるノウハウ、まあそういうね方法、どうすればこう自動的に集客ができるようになるかっていうことを具体的に教えてる特典とか、まあクロージングが勝手にできるようになる、僕が代わりにやるっていう特典とかね、 LINE グループとか、あとはリクルートを勝手にしてくれる動画とかね、僕の特典、あとは100万円相当以上のプレゼントとか、プレゼント、まあ、そうですね、特典とかもあったり、まあすごいたくさんね、特典をつければつけるほどね、売りやすくなると思いますので、たくさん特典をつけていただいて、売っていただけたらと思います。はい、17番目は特典、17番目は特典について説明させていただきました。で、次、18番目いきたいんですけど、18番目はですね、松竹梅効果っていうのがありまして、これは何かと言いますとですね、3つコースをつけるわけですね。例えば、まあ、松コース、竹コース、梅コースみたいな感じですね。まあ、コースを分ける、ということをすることによって、人間っていうのはですね、一つのものだとね、まあ、イエスかノーか、まあ、やるかやらないかっていう選択肢になってしまうんですけど、いろんなものを、3つくらいあるとですね、まあ、なんか選ぶっていう、イエスかノーかじゃなくて、なんかどれか選ばないとまずいかな、みたいなね、そういう思考をちょっとチェンジさせることができるわけですね。思考をちょっと、変えることができるわけですね、相手の。なので、まあ、3つくらい、コースを用意させ、まあ、今だと普通にね、ワールドベンチャーズのコースが3つあったりするわけですけど、まあ、チタニウムプランと、プラチナプランと、ゴールドプランの3つがあるんですけど、まあ、さらに自分の、なんか、松竹梅効果みたいな感じで、自分からの、そういうね、コースを3つつけて、置いてもいいかもしれない、です。まあ、自分からこれ入ってくれたら、まあ、これは30万なんですけどとか、こっちは20万。で、ベーシックコースは10万円とかね。うん、っていう、まあ、3つコースがあったら、なんか真ん中が買いやすいとかね、その30万、20万、10万だと10万円が安く感じるっていうことになりますので、まあ、それもね、ぜひ、考えていただけたら、そうですね、まあ、10万円のものでも売りやすくなりますので、まあ、3つくらいコースを考えていただくっていうことを、これもね、ぜひね、やっていただければいいんじゃないかなっていうことを思います。はい。ね、なんか得点つけるんですね。まあ松コース、まあ、1番目のコースはこんな広き塾をつけたりとか、こっち の本気のグループにも入れるとかね、例えばですけど。で、竹コースはこんなのがあって、まあ、これはちょっと広き塾は入れるけど、ちょっと本気のグループには入れないとかね、こっちの得点はつけるとかっていうこととかね、していただけたらなということを思います。で、梅コースは、まあ、こういうことはつけてるよとかって、まあ、梅コースは、一番下のコースだから、まあ、普通に10万円のコースですよとかっていうことだったりとかで、そういうね、差別化をしていただけたらなということもいます。あ、差別化というかね、いろんな、なんていうの、いろんなコースを作っていただくことで、まあ、どれか選びやすくなる、まあ、選ぶっていう視点に変えることができるわけですね。まあ、それをちょっとぜひね、考えていただけたらと思います。で、19番目いきたいです。19番目は何かというとですね、お得感、お値打ち感、特別感、限定感ですね。まあ、お得感はですね、まあ、たくさんの特典があるよって、先ほどもちょっと言った通りなので、ちょっと端折らせていただきます。で、お値打ち感はですね、今月限りこれだけ割引にさせていただきますよ、みたいな形とか、っていう形で、まあ、今月だけ5000円割引とか、まあ、わかんないですけど、その辺は、まあ、自由に考えていただけたらと思うんですけど、安くしますよとか、特別感ですね。特別感はあなただけちょっとこれつけるわとかっていう、まあ、あなただけこれやりますよとか、まあ、限定感は今月限りですよとか、今日限りですよとかっていうね、特典とかも、まあ、その辺もね、ぜひ作っていただけたら売りやすくなると思いますので、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうかということで、はい、まあそんな感じで、まあ、19個についてね、説明させていただきました。ワールドベンチャーズをたくさん売る方法19個について、今回の動画を説明させていただきました。最後までここまで動画見ていただきましてありがとうございます。でですね、僕はですね、ワールドベンチャーズの特典としてですね、まあ、ちょっとここから宣伝になるんですけど、ワールドベンチャーズで、
集客が自動でもう完全自動で、行うことができるようになる。もう何もしなくてもちょっと仕組みを作るのはちょっと手間なんですけど、まあ、それさえやればですね、もう完全自動で勝手にお客さんの方から向こうから来るっていうことができるようになる方法がありまして、まあ、それを僕から入ったね特典としてつけさせていただいてます。であとは普通にね手堅く1日1、2時間の作業でですね月に5万から10万以上稼ぐことができるノウハウっていうのがありまして、それをさえ分かればですねワールドベンチャーズの月会費を心配する必要がなるわけ、心配する必要がなくなるわけですね。なので、まあ、すごい誘いやすくなるし誘った人も辞めにくくなるわけですね、まあ、そんな方法があれば。はい、なので、まあ、そんな手堅く確実にお金になりますので、この方法はやればですね、確実にお金を稼ぐことができる方法っていうのがありますので、それで、そうですね、月会費に当てていただいたりとか、まあ、それだけで稼いでいってもいいかもしれないっていう形なんですけど、はい、まあそうですね、そんな方法もあります。でさらにですね、完全自動でちょっとこれはですねリスクっていうものがある方法なんですけど、完全自動でですね月会費を毎月毎月稼ぎ続ける方法っていうのがあるわけですね。毎月10万円とかってお金を、しかも知識とか経験とか、知識経験、あとはなんだ、知識とか経験とかね、普通にこうそういうものが全く必要ないんですね。知識とか経験とかやる気とかね、技術とか、まあ、そういう、まあ、忍耐とかね、全くそういうことは必要なく、スキルとか能力とかも全く必要なくね、何もしなくても労力も必要ないわけですね。ちょっと名前を書くだけで全自動で勝手にお金が入ってくるっていう方法もありまして、まあ、それは若干リスクがあるんですけども、まあ、そういう方法もありますので、そうですね、そんな方法も僕からワールドベンチャーズ入った人の特典として付けさせていただいてますので、あとは先ほども言ったようにですね、僕の塾とか100万円相当以上のプレゼントとかね、リクルートが勝手にできるようになる動画とか、必ず成功できるようになる動画とかね、必ず成功できるための PDF とか、そうですね、まあそういうようなものを、まあ、ずらっとねプレゼントさせていただいてますので、ぜひ僕からワールドベンチャーズ入っていただけたらと思います。あとは本気のグループとかもね、作らせていただいて、本気の人しか入ってないグループっていうのがあるんですけど、まあ、そのグループにもやる気さえあればですね招待させていただきますので、まあそうですね、そういうところもぜひね検討していただけたら嬉しいなということ思います。ということで、今回はワールドベンチャーズをたくさん売る方法についてお伝えさせていただきました。ということで、最後までここまでね長丁場でしたけども、聞いていただきましてありがとうございました。また動画を撮るときは楽しみに見に来ていただけたら嬉しいなということ思います。ということで、失礼させていただきます。ありがとうございます。